皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルによーくお越しくださいました。どうぞお入りくださり最後までご視聴してくださいね。グッドボタンやまたチャンネル登録、ベルマークも忘れないで毎日見に来ていただけたらあなたの幸せにつながります。本日は1622回目10月24日土曜日。 仕事は最小単位ででやるという題でお話をいたします、まあ、仕事を、ね、2つ、3つ、4つ、5つと重ねてみると、ね、あ,あれもある、これもあ,あれもやらなきゃあどれからやったらいいのかな、もう重荷でねあもう嫌になっちゃう疲れちゃったあ、もう現実逃避したい、昼寝してからやろうかな、もう後回しにしたくなってしまいます。まあ、昔から私は砂時計というものが好きでした、あのサラサラサラ。 砂が落ちる上のフラスコから下のフラスコにあの細いところをさーっとね滑るように滑らかに落ちていく姿に私は心どういうわけか癒されるんですねもしこの砂を何かこう濡らしたり凝固剤で固めたとしたらあのくびれたところ砂は通れなくなってしまいます、まあ、仕事をいくつも重ねて一遍にやろうとすることはあの砂時計の あの砂が固まってしまうようにした状態と似ています人はひととに一つずつしかできないのです仕事もそうです車を運転しながら携帯電話でお話をするってなんか前の車トロトロしてるなと思ったらねいや結構ね高速道路でも一般道でも電話しながら運転してる人いますあれはね危ないから絶対やめた方がいいです まあ注意、一秒、けが、一生という言葉がありましたけどね、あれで、ああ事故起こしたらね、あとで、あとでやればよかった、そうならないようにね、疲れたら、私たち、2つのこと一緒にやって、じゃなくてね、1つのこと1つでやりながら、疲れたら休む、そして休んでまた元気になったら、またやる。 ああ疲れが溜まってきたなちょっと仮眠を取ったらいいですねまあそうすることによって疲れが取れることによってね目もランランと輝き仕事の効率が上がりますまあ学校でまあ暑い夏に冷房を使うことで生徒の成績が上がったと言われますまあ冬はね昔ね昔から私小学校時代コークスというものをねあの燃料を取りに行ってねだるまストーブで火を 燃やしてねね暖かかったんですけど、ね、クーラーがなかったんですね、まあ、最近温暖化だっていうこともあるんですけれどね、まあ、そういうふうに、ね、やっぱり私たちはそういう体暑い時に体冷やすように、いやあれをやらないとね自分の体の中でね熱い体をね冷やすことに力を入れる。寒い時にはね 寒いままだと、ね、温めることに力を入れる、そこで、ね、力が取られちゃって疲れちゃって、ね、効率よく仕事できないんですよね。まあそんな時にね、あのー、クーラーや暖房はいいものです。まあそれと同じようにですね、えー、何が言いたいかというとね、ひとときにひとつってことですよ。私たちは速さが求められますけれど、今の時代、仕事は確実にひとつ、ひとつひとつ。 忠実に確実にに確行っていきたいものですまあ早さが要求されるんでね急いでやってねまたやり直すまたもう一度ゼロからまあ、それはねちょっとね大変ですからまあ、人生長いようで短いぜひ私たちは雑に仕事をしやり直す急いで仕事をしてまた最初からではなくてゆっくり味わいながら仕事をしゆっくり味わいながら景色を見 私たたちは一歩一歩生ききていきたいものですその秘訣は聖書を読むことその価値観で生きることそして神と一緒に一歩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 祈り頼り共に歩みを進めていくまあそうするとね一番効率よくその砂時計の砂が落ちるように私たちも生きていくことができるのではないでしょうか神様と一歩一歩ですお祈りいたします 天のお父様ありがとうございますどうかこの番組を見てくださる方々が神様と一緒に一歩一歩歩みそして神の助けを得ながら効率よく最高の人生を生きていけますようにどうぞ助けてくださいイエス様の皆により感謝してお祈りを捧げますアーメン最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうその時までごきげんよう さよなら。